ばんは。え、なんかさ、多分配信中に宅急便来るんよね。多分宅急便来る。配信中に宅急便来るけん分からんけど、6時から21時ぐらいのやつにしてるけん、多分宅急便来るんよ。だけんちょっとで、あのさ、ピンポンピンポンピンポンってなったらさ、出んといけん。ピンポンピンポンピンポンってなったら出んといけんかもしれん。じゃけん許して。ヤッホーこんばんは。宅急便、ほら、なんか誰かが来る。宅急便の、宅急便の誰かが来る。こんばんは。多分佐川。多分佐川。え、なんか一回さ不在だったよ私。いや、普通に東京のお話し会で着ていく服が届くんですよ。東京のお話し会で着る服、火曜日にある東京のお話し会で着る服があるけん、それを着ていく。南光さん、しげる、けんくん、としくん、いっちゃん、名前呼んでいきます。池村ちゃん、吉田くん、ぼうや、てつ、ゆうき、草刈木さん、こんばんは。使用中さん、マスオ、アムムー、クリミ、マッサン、てっちゃん、しゅうくん、いわちゃん、とくりん、こなたん、いしけんマシンさん、りくみのあいちゃん、ねるひめちゃん、しゅうくん、こんばんは。え、このイヤリングさ、めっちゃ耳痛くなるよね。スーさん、いわちゃん、井戸の中じゃないね、こんばんは、ありがとう、来てくれて嬉しい。ゆういち、こうじ、けんくん、ブルシチ、しゅうくん、ゆうき、てっちゃん、じゅんき、あきさん、王子、ありがとう。あ、王子、あのさ、お手紙ありがとう。なんか誕生日のやつ今この前届いて、お礼言おったんだけどおらんかったけん、この前配信ありがとう。ちょっとやっと言える。ありがとうね王子。あの PS の件は了解。プレゼントは全然いいよ。ありがとう、それはありがとう王子。本当にめっちゃ嬉しかった。なんか可愛かった、すごい字可愛かった、女の子みたいだった。ありがとうね王子、本当にお手紙ちゃんと見ましたから、やっと届いた、ありがとう。きょうちゃん、ハッシー、ハモン、ノイノイ、井戸の中じゃないね、こんばんは。マスオさん、ゆりちゃん、サリスナーさん、しゅうくん、竹内、草、あ、違う、クーガくん、いっちゃん、空飛ぶりょうさん、ほずみ、きさらぎさん、ノイノイ、スーさん、スーさん、たーくん、にくちゃん、こんばんは。てっちゃん、しょうじ、こんばんは。あむむ、ハート、当社、当社じゃない、コップンか、手相でいいか、 Thank you。マイマイミーさん、こんばんは。 STU48 2期のりなさん、ことつむです、よろしくお願いします、ありがとう、嬉しい、こんばんは。えいさく、こんばんは。ま、千三千位、なぎさん、こんばんは。ラパン、たなまる、こんばんは。まるふく、ティユーさん、届いてよかったね、本当に。多分検閲とかの問題で今届いたんだけど、ほんまにありがとう。この前の配信で一人一人お礼してたんですけど、いなかったけん、言えんかったけんさ、言えてよかったです、やった、ありがとうね本当に。めっちゃ怖いミッキー。ミッキーの笑顔ありがとう。くにさん、こんばんは。てっちゃんなるわ、ありがとう。てっちゃんと幸せになりますように、ありがとう。はっしーさん、ハートありがとう。今日ハートの服いっぱい着とるけん、このハートあげましょう、ありがとう。ケンク、明日チャートリとフィールネオの対バンファンといきます。あ、私対バン来てくれるの。あ、対バン、対バンね、はいはいはい、対バンじゃなくて対バン、嬉しい。あ、来るんだ、めっちゃ嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しいよ、ほんまにありがとう。対バン楽しみに待っとってください。このイヤリングさ、めっちゃ痛いんだって。これなんか調節できんやつみたいな、いやめっちゃ痛いこれ。あ、なんか配信中に多分宅急便来る、分からんけど、東京で着るお話し会の服が届く。ちょっとじゃあ0円生活について語りたいんですよ、みんなと。なんか0円生活、ただひろさん、ただひろさん、こんばんは。え、なんか0円生活、私昨日食べた、え、ちゃんと毎日あの約束も持って、
この前のミュージックビデオ撮影の時にもらったおにぎりを昨日食べたんですよ。で消費期限が3日とか過ぎとっても全然食べれると思って、これメールで書こうと思ったら多分消費期限3日過ぎとっても食べれるとかって多分検閲かかるけん送らんかったんだけど、割といけると思って全然あれだった。でもお弁当とかはちょっとやばい。なんか多分おにぎりとかあったらいけるよね。おにぎりとかあったらいけるけど、普通にあれなんかお弁当とかあったらやばい。18歳になってあったんだ。え、ねるひちゃん誕生日おめでとう。あめまして、え、誕生日なん今日、おめでとう。だって今日誕生日だよ、今日誕生日なん。え、運命じゃね今日誕生日。え、すごくない、普通に今日誕生日に私配信してるってことでしょ。おめでとう。え、じゃあ直接会えるお話から言われるかな。でもやっぱり当日の方が嬉しいけん、やっぱり今言っとか、ねるひちゃんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデーとみきゅハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアのりひめちゃん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとう。やばいっす、かわいいさんチーム早く会いたい、本当にもうマジで。前回会った東京のお話し会のかわいい印象、マジでやばい。うん、マジで本当に見るたびに進化していってる、そのかわいさは本当に何かあるのかって思うぐらいかわいくなっている。うん、とても本当に、うん、普通にマジでおめでとう。一個下とは思えないのよ、ちょっと大人っぽいけん。あ、ちょっとなんかちょっとなんて、脳みそとか考え方とか結構大人っぽいんだけど、なんか似てる部分あるし、めっちゃ嬉しい。本当に本当に嬉しい、ありがとう、本当におめでとう。本当に嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。 あるかな東京のお話し会。私東京のお話し会超絶可愛い服着るけん、もしあるなったらねるひめちゃんも可愛い服、まあ着てくれると思うけど可愛い服で待ってます。嬉しい、ありがとう。ハッピーバースデー。マジ私ちょっと今のうちに言っとくんだけど、マジ制服はいっぱい着とった方がいい。18歳、高校生の制服いっぱい着とった方がいいし、マジで本当に大事にしてね18歳。マジであとなんかいろんなこととかすごい、なんて言うんだろう、本当に大事に、そうマジ学校生活とか大切にしてください、うん、楽しくなくてもね、後から後悔すると思う。そう、学校生活が終わっとっても大事に、いっぱい制服を着なさい。以上。ゆういちかわいい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。そうやって言ってくれるゆういちが一番かわいいよ、ありがとう。生誕祭の写真、生写真タイプ B。 え、嬉しい。え、なんかさ、生誕、え、見たんよ。そしたらさ、なんか生誕祭のやつ嬉しかった、タイプ B 余っちゃったけど、それ以外なんかなくなっとって、ありがとう、本当にみんな漏れてないのに、みんな買ってくれて嬉しかった。でも漏れてないのにとかって思いながら、でも嬉しいな本当に、うん、ありがとう。え、もし まだ余っとるけんタイプ B とかはまだ全然買えてないよっていうことは、もう20枚でも何枚でも買ってください。めっちゃ嬉しい、本当にありがとう、買ってくれて。絶対誰も買ってくれんと思った。タイプ B は余っとるけん全然。もう安部さん、ゆうくんこんばんは、ありがとう。ゆう、イグオぴょん、ヤッホーイグオ、ヤッホー、まこちゃんこんばんは、ありがとう。渡辺さんこんばんは、ありがとうございます。さ、2日間ぐらい配信しなかったんだなと思った。普通に2日間ぐらい配信しなかったなと思って。 JT さんこんばんは、ありがとう。札幌笑顔あっちゃん、札幌笑顔あっちゃんこんばんは、ありがとう。カタカタですいません。2日間配信しないだけで久しぶりってなる、なんでなんだろう。私は別にそんな久々な感じがせん。え、でもいっぱい喋るってことは久々な感じがするんかな。鈴木さんこんばんは、ありがとう。リアルお話しか行く、え、マジやった、とても楽しみにしているね、めっちゃ嬉しい。いや、だからさ、隣のレーンが発表されとったが、サラピとソラハさんだったんですよ。
絶対うるさいって怒られる、やばいって怒られる。本当に前回リンコだ、違う大阪の時、大阪だっけ東京かな、あ東京の時じゃ、東京の時リンコだったんだけど、リンコも結構騒がしいんかなと思ったら、なんかリンコより私の方がうるさいっぽくて、なんかすごい動物園、いやそう石田みなみさんとも隣で、石田みなみさんほんまに動物園かなみたいな感じになって、本当に申し訳ない。でも絶対やばい気がする今回。いやマジでちょっと事前に言っとこうかなと思って、事前にちょっとサラピーとサラさんに言っといた方がいいよね、絶対うるさいって怒られるもん、ほんまにやめてって、もう公害って言われる気がするけん、事前に明日ちょっと言っとこうかなと思うんですけど、どうしよう本当にガチでやばい気がする。本当にやばい。でもやっぱ楽しんだもん勝ちじゃないですか、周りやっぱ大事だけど、その時しか会えない人もおるわけですし、直接ね、直接会えるってなかなかないけん、まあ気にせずに楽しんでいこうかなって思うスタンスでやっていきたいと思います。うん、ちょっとまあね、だってさ仕切ってあるわけじゃけん、別になんて言うんだろう、まあ、聞こえてきても関係なくないっていうスタンスでいこう。仕切ってあるわけじゃけん、仕切ってなくて、まあなんて合同なんか3人で握手みたいな時だったらちょっとあれかもしれんけど、ちゃんとさ仕切ってあるわけじゃん、一つりんちゃんはここ、他の人はここって、じゃけん楽しんでいくから関係なく、いやもう校外でもいい、いっぱい騒いでいくね、楽しんだもん勝ち、絶対楽しんでほしいし、多分テンション上がる。寒い気にせんとこ、私も気にせんとく、他の人も気にしてないし、なんかまあなんて言うんだろう、お話し会以外のことに対しても他の子は別にそこまで周りの感じのこと気にしてないか、私も気にしないか、でも私が気にしすぎないよね、気にせんとく。いやほんまに楽しみね、そうする、素直でいいや。そうだよね、そうするわ、とてもじゃあいっぱい大きな声で話すわ、話すこと考えてる、みんな話すこと考えてる、一応伝えたいこととかは決めとるんだけど、でもさオンラインだったら喋れることとかもあるわけじゃないですか、リアルお話し会って割とあれだし、あ来た、ちょっと行ってくるわ、ちょっと待っててね、届いた、届いた、嬉しい、ちょっと東京で着るお話し会の服が届きました。いやもう本当にね、私こういう服欲しかったんですよ、見せないけど、まだ見せんけど、ちょっとみんなに見せん状態で楽しむわ。
でもね、若干ネタバレしとんよね、はい、前回の配信で言ったし、正直ネタバレしとんだけど、まあ色とかは言ってないけん。届きました。いや、そう、若干ネタバレしとんだけど、めっちゃ可愛い服、もう飽きちゃう、試着したいな、今は着んけど。ちょっと中身見るわ。明日は対バンですね。明日さ、どんな人が来るんだろう。明日来る人おる？レンちゃん推しさんでさ、岡山県住んでる人とかさ来るみたいなさ報告があったけどさ、でもこういう形の服めっちゃ欲しくて、めっちゃ嬉しい。ガチガリ嬉しい、ガリ嬉しい。ガリ嬉しい、ガリ嬉しい。トノさんこんばんは、ありがとう。ちょっと私絶対にあのインターホン1回で絶対に来んのに、あ、出んのに。でもえ、じゃけ絶対さ、はい、不在になってしまう。なんか寝起きとかで絶対出たくなくて、どんな人が来ようと絶対にそのなんてボソボソの髪の毛で宅急便出たくなくて、超迷惑なんですけど、超迷惑マンなんですけど、事件、まあ今日はあれだったけど、めっちゃ可愛い、やばー、待って、ストッピング、ストッピング。え、今日、あ、じゃあどこで買ったかだっけ。リズリサで買いました。初めてリズリサで買った。なんか最近リズリサモチベやばくて、リズリサでちょっと本当に欲しいものがいっぱいあって、でももう本当にあれなので、一着だけ、あ、見えた、今一着だけ買った。でもめっちゃ可愛い服、本当にやばい、めっちゃ可愛い、ガチでやばい。ちょっとさ、ゴミとかつけたくないよね。これどうなったんだろう、ゴムない、ゴムなんかな。え、なんかそう、毎回ファンの人、なんかあれ、なんかそう、生誕、なんかメンバー、他のメンバーが本当に毎回その生誕祭があるたんびに、リネちゃんの本当にあれがめっちゃ可愛かったみたいな、リネちゃんの本当に生誕祭のあれが、あのスタンドフラワーが可愛すぎてやばいみたいな、ずっと言ってくれる。なんか絶対ファンの人ほんまにリネちゃんのこと分かっとるよねって言ってくれて、すごい愛情感じますね毎回。何このボタンは、あ、取れた時よ。ちょっと待って、 見せてしまいそう。こっちで見るわ。もう、え、なんかちょっと、ん、こんなんだっけ。でもまあ可愛いかも。あ、可愛いわ。うん、うん、可愛い。大きいかな。え、これサイズフリーか。サイズ、サイズゼロ、フリーか。え、可愛いと思う。ちょっとアクセサリーでキラッキラにします。セットアップですね、はい、セットアップ。これをじゃあまた配信終わった後ちょっと試着します。とっても可愛い。まあまあまあ、うん、なんかボタン変えたいかも。
ちょっとなんか思ったボタンと違った。なんか可愛いよ、めっちゃ可愛いんだけど、なんかもうちょっとツヤメイトってもええんかなみたいな。結構あれだったかもな。なんか結構地味かも。他の色にすればよかった。でもまあまあ可愛い。まあ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 、でも私黒似合うって言われるので、黒、まあアクセサリーでいきましょう。まあ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 、でも形がねめっちゃ可愛いんで、まあ見てほしい。まあメインは私なので、うん、そう、お話し会でめっちゃ可愛いよ。本当に可愛い、本当に可愛い、マジで可愛い、めっちゃ可愛い。でもメインは私なんで、うん、だって服と話すわけがないが、みんな私と話すために会いに来てくれてるわけだけん、まあいいかなって感じ。黒似合うって言われる。本当に黒似合うって言われる。そうなんですよ、まあいいかなって感じ。みーさんこんばんは、ありがとう。そうそうそんな感じ。でもね、ツイードの記事でめっちゃ可愛い、あの友達じゃない間違えた、ファンの人ファンの人で、めんちゃんおしさんがくださったツイードのワンピース、あのピンク色のワンピースを着て初めてツイードを自分で買ってみた今回。なんか割と似合うんじゃと思って、こういう生地、うん、パセリの生誕祭見た姉ちゃんがすごく涙のパセリの時一気に好きになりました。ほんまにありがとう。でも主役よりさ、あのいっぱいたくさん泣いてしまうで、一番泣いてしまうんだって。あのちょっと待った、あの時点でさ、もう爆泣き爆泣き爆泣き、本当に号泣してしまうけん、本当によくない。うん、いやほんまに、でも全然友達いないです、私本当に友達がいない。パフィンやっほーこんばんは。でも全然友達おらん、私ほんまに。友達になろう、いいよ。私友達、姉ちゃんさん友達かな、友達ではない、うん、夫婦です、夫婦。黒にほんまに嬉しい。かかってなんだろう。ねりさんこんばんは、ありがとう。そうなんですよ。たかひろさんこんばんは、ありがとう、来てくれて。メンバーはみんな友達、いや友達じゃない、メンバーはメンバーなんよね。友達ではない、なんかメンバーはメンバーなんよ、うん、メンバーはメンバー、友達はね、なんか違うよね。ちょっと待った、まで我慢したんだから嬉しい、本当にマジで偉い、本当にガチでさ嬉しい、本当にマジで嬉しい、そうやって言ってくれるの本当に嬉しい。ちょっとそう、ちょっと待ったまで我慢してるんだ、いつも分かってくれてるよね、本当に私のこと。めっちゃ嬉しい、なんか言い方が優しい。なんかちょっと待ったまで我慢してる姉ちゃん偉い、でも言い方が優しいやもん。めっちゃ分かってくれてる、マジで嬉しい、ありがとう。そうそう、メンバーはメンバーなんですよね。そうそう、明日は明日初めてか、なんか他のグループさんと一緒になるのが初めてなんですよ。他のグループの方と一緒にこうなんかライブをするっていうのが初めてなんで、めっちゃ嬉しい、楽しみです。会えるかな、楽屋が一緒かな、楽屋が一緒かな、
普段そのなんていうんだろう、ゴールドのアクセサリーをつけないんですよ。シルバーしかつけないんですよ、いつもシルバーしか、なんかシルバーが好きじゃし、シルバーのアクセサリーが好きじゃし、ゴールドのアクセサリーはなんかあんまり好きじゃけどなんかつけないですけど、このイヤリングは別で可愛くないですか。このイヤリングは、これどこで買ったか忘れたけど、これめっちゃ可愛くない。これはねつける。どこで買ったんだろう。そう、シルバーが好きで、シルバーの方が似合うって言われるんだけど、このやつは可愛い。でもこういうさクリーム系のさ色をさ着るときはさ、絶対になんて言うんだろう、ゴールド系をつけるかも。クリーム系の色はあんまり気になるんだけど、こういう系の服を着るときはなんかゴールド系つけとるかな。黒とか着るときはあのシルバーとかが多いんだけど、うん、でも明日の会場はツアーぶりですね。ツアーぶりだ、明日の会場。クレイジーママキングダム合ってる合ってる合ってクレイジーママキングダム、あ、合ってますか。クレイジーママキングダム、ママカリじゃないよね。え、クレイジーママカリ、違うね、クレイジーママキングダムですよね。ツアーぶりなんですよ。いやめっちゃ嬉しい。なんか合ってる、よかったよかった。よかったよかった。久々に岡山県、あれじゃな、岡山のライブ2回目です。そういえば岡山県でのライブが2回目になるんです、明日で。いやとっても楽しみ。えでも嬉しい、なんか他のグループさんのあれ、他のグループさんと一緒になれるっていうのはとっても楽しみ、うん、明日生きるようになりました。マジ嬉しい、待ってます。うん、で見やすいんですよね結構。でも懐かしいな、夜の部。なんか夏のツアーの岡山の日の夜の部、朝の部は、昼の部は2日間とも公演があったじゃないですか、クレイジーママキングダムさんで。その時はなんかお昼はおろしの髪の毛をしたんだけど、晩は初めてあのハーフアップをしたんですよ。でもあまりにも似合わなすぎて後悔したっていう記憶がある後悔したって記憶があるんですよ。だからまあでも絶対にハーフアップはしない。もうあの日岡山女子なんか初めての挑戦もいいかなと思って夜の部にあのやったんじゃけど後悔した。ちょっと本当に後悔しました。あの時は似合わなさすぎてハーフアップが、違う髪の毛普通に下ろしてくればよかったと思って、普通に下ろしてくればよかったと思いました。でもまあどうにか終わった話なんですけど、明日何の髪型しようか、ちょっとどうする、明日何の髪型してほしい。この前の公演サーヤンに決めてもらったんですよ、パセリの生誕祭の時。そしたらサーヤンがハーフツインの巻きって言って、いつもと変わらんやんけっていうツッコミをしたっていう、私がいつもと変わらんやんけってツッコミをしたって、
あ、ストレーターちょっと無理ですね、ごめんなさい、ストレーターできません。ポニーテール、あ、ポニーテールちょっと目が引きつっちゃうからちょっと無理かも。三つ編み、あ、三つ編みはちょっと無理かも、ごめんちょっと無理かな、三つ編みも、うん、ハーフツイン、じゃあハーフツインのクルリンパの巻き髪でいきましょう、王道で。デイサーズハートさん、グリオこんばんは、ありがとう。似合うかな、羊、あ、やってみたい、羊ヘア似合うかな、似合うかな。ハーフツインのクリーンパの巻き髪はいつもやっとる髪型なんよね。でもなんか結構そのなんていうの、メイクさんによって仕上がりが違うんですよ。どうしようかな、羊ヘアやってみたいけど、初めてやる髪型ってさ結構勇気ない？なんかさ、初めて私のことを見てくださってる方がいて、私が初めてその日新しい髪型をして、自分自身が超似合ってなくて、周りの人もなんかあんま似合わんなと思ってる状態で初めましてを迎えたくないんですよ、僕。じゃけんすごい、なんえ、でも明日対バンかってなったら王道で行きたいなと思った、いつもの。なんか多分初見の人が多いと思うし、フィールネオンさんのファンの方もいると思うので、そう考えたらいつもの王道の髪型の方がいいのかなと思う。そうそうなんですよ。だからまあちょっと明日の髪の毛は想像に任せやす、みんなの、みんなの想像に任せる。そうする。ゆうきハートありがとう、ゆうきこのハートあげる、はい、ありがとう。三つ編み、え、でもやってみたいかも、三つ編みやりたいな。あ、三つ編み、私個人的にやってみたいのは編みたらしやりたいけど、絶対髪の毛ボサボサになるけんと思って挑戦できん。編みたらしは結構プライベートとかではやったりするじゃないですか、配信とかで。でも絶対髪ボサボサになる、公園向きではないなと思って、なかなか勇気がね。じゃけんロケとかがあった時にしようかなと思った、編みたらしは。え、なんか私ここら辺でなんか団子作るやつとかやってみたい。なんかなんて言うんだろう、ここら辺で団子作るやつ、なんかおん、なんかリコチが一回やっとったやつ、ここら辺で団子くるくるくる、なんかここら辺になんか乗っけとるやつ、これこういうやつ、こわかる、なんか団子みたいな、こう乗っけとるやつ、これやってみたいこれどうかな、これどう、なんかここら辺でぐるぐるって団子、ハーフアップの。リンゴヘアではない、リンゴヘアじゃないです、リンゴヘアではない、なんかハーフアップでなんか団子乗っけとるやつ。あ、そうそう、雑誌とかで、そうそう、モデルさんとかがよくやってる、なんかこなれた感じのやつこれやってみたいな。どうかな、何が似合うんだろう、自分自身でもよく分かんのよね。なんかこの長さで巻いたら短くなってちょっとあれですよ、なんか巻いただけでも、でもなんだかんだ両サイドの三つ編みのおろしとかはやったことないかも。王道アイドルさんみたいな髪の毛はやったことない。何の髪型がいいんだろうか分からへん。
さ三つ編みやったんよね。ああの研究生の頃、あの普通にプライベートで、あんまり好評じゃなかった気がするあんまり好評じゃなかった気がするんですよ、うん、でもね羊ヘアやってみたいなと思います。似合うかな羊ヘア。なんか頭の形的にここら辺よりもこなんかあって、ここら辺がなんかなんて盛り上がってるっていうかなんかちょっとある方がいいですよ多分。カチューシャとかつけても猫耳のカチューシャとか結構あるし、多分ここら辺をここら辺に何かある髪型が似合うのかなと思って。ビームでも出そっかな、ここぐるぐるにしてビームでもビームでも出そうかな、こっちとこっちで。何するか悩むほど髪の毛デイサーズハートさん、ハートありがとう。ありがとう。ペンライト誰かわからんやつありがとう。ペンライトフェーありがとう。ツノヘアね、やってみたい。なんかリンゴヘアってさどんな感じになるんだろう公演の時。えリンゴヘアいいなと思った一瞬。えでもさ絶対やばい、汗やばい気がする。リンゴヘアやってみようかな。えでもやばいガチで普通にやばい。これでしょ。リンゴヘアってこんなんだっけ。こういうのは結婚式場の人みたいになるし難しいな。ツアーの岡山のトラウマがあるんですよ。ツアーの時のその夜の岡山の夜公演のハーフアップがあまりにも似合ってなさすぎてトラウマになってるので、ハーフアップ系は結構全般トラウマなんですよね。でもあれ多分あの時ストレートだったから巻いとったらちょっと雰囲気違うんよ。横毛とか研究生の時女子髪の毛巻けれんかったっけん、多分ちょっとあれなんかなと思って巻いとったらちょっと雰囲気違うんかなと思うんだけど。つかちゃんこんばんは、ありがとう。ジュリボーバラありがとう。ジュリボーこのバラもしよかったら指輪と一緒に交換しない、ありがとう。たぶんたまくんこんばんは、ありがとう。ひーくんやっほー、ありがとう。お久しぶり、ひろと似合うかな。ちょっとまあ逆にしてほしい髪型なんですか。でもポニーテールとかね、ポニーテールの巻き可愛いなと思った。ポニーテールの巻きやってみようかな。で 目が引きこうつり目になるんですよポニーテールやったら。でも やろうかな、ちょっとやってみようかな、やってみよう。やってみます。見込み。見込みで。なんとかみたいな。髪。短くする予定。短くしたい。でも冬は長い方がいいかも。冬は長く、でもなんか。ショートカットとか思い切ってやってみたいな。ショートカットとか思い切って。でも髪短い方が好評なんよね。ここら辺の
時さめっちゃ好評だったん髪の毛。分からんけど、でもロング話すと思う。ツインテール、あ、やっぱツインテールか、可愛いよねツインテール。私も好き。でもあんまりあれかも、うん、ショート。好きな女の子の髪の毛はショートなんですよ私の、うん、かわいいよね、うん、これま僕ね長い方が好きって言ってくれる人と短い方が好きって言ってくれる人両方いるから。でもさ長くてもさ好きって言ってくれる人は好きって言ってくれるけん、多分私自身のことが好きなんかなって思う。とっても可愛いみんな、うん、今の髪の毛似合ってると思う。ほんまに嬉しい。ピンクとか人生で一度染めてみたい。でも真っ黒とかにしてみたいかも。ザ真っ黒とか、もしくは一回金髪してみたい。なんか別に髪染めたいよくないんですよね。染めて OK になるんだったらメンバーと被らん一番派手な色にしてみて、でまあそっから、まあ、グレーとかやってみたいかな。茶色とかはなんか王道すぎてちょっとやらんかな。 やるとで、まあ、まあいろんな、ね、ミルクティーとかじゃないかな。紫とかピンクとかよりは紫とかやってみたい。私もともとが茶色いんですよ。ちっちゃい頃黒だった。なんか茶色いって言われる。一回 MV 撮影の時に黒に染めたんですよ初めて人生で髪の毛。その時の結構あれだった、めっちゃイメージ変わった気がする。確かになんかでも茶色いかも。染めたことないんですよね一回も。いや緑かわいいよね。シルバーとかかわいい。確かにおしゃれじゃない、おしゃれよね髪染めとったら。なんか染めとる人、染めてなくてもおしゃれな人いっぱいある。でも黒とかでさ輝ける人になりたい。黒髪とかでも印象変わるけどね髪色は。つぼのしんハートありがとう。つぼのしん大好きありがとう。南光さんコマありがとう。コマはいあげます私からありがとう。ジュリボーしきしきビームありがとう。ジュリボーしきしきビームバッバッ。そう髪染めると確かにね維持が大変そう。なんか紫シャンプーしたりとかねする人いるし、確かに大変そう。紫シャンプーどういうなんか黄ばみ防止みたいな。みんな何色に染めてみたい逆に。でも自分何色が似合うとか想像つかんな。緑かわいいね。緑かわいいね。あ緑かわいいね確かに。緑かわいい。青緑かわいいかも。
お姉ちゃん見とったら確かに大変そうじゃなと思う。うん、緑大変そう。ああ面白い、面白い。はい、前髪はわざと巻いてます。質問がさ、質問がいつもさちょっと不思議なんだよね。友明さんの質問っていつも不思議なんだよね。初めて聞かれるよ毎回。友明さんが言う質問はね毎回初めて聞かれることが多い。前髪はわざと巻いてる。そうそう、印象が変わるから人によって巻き方が違うんですけど。友明さんはヘアセットとかしないんですか？でもまあなんか青、青とか緑。そうなんだ。なんかでもブリーチとか大変そう。痛いんかな、やったことないけん分からん。でも一回黒とかに染めたらダメらしい。宿毛矯正とかあのかけるときにいつもなんか言われる。髪の毛染めてるって、染めてないですって言って、なんか黒髪とかにしたことあるって言って、でもあるんだったら宿毛矯正かけたらもうギシギシになっちゃう、いや別に大丈夫ですよって言ってやってもらってるんですけど大変そう。確かに。レイターの時レイターの表情で出てくるね。ほんまに嬉しい。うん、でもレイダウン未だにちょっと正解が分かんないんですよ。なんかレイダウンあれで大丈夫かなとかと思う。レイダウンなんか未だに正解が分かんない。なんか出しすぎてもやばい、なんか出しすぎてもあれだし出さんすぎても違うじゃないですか。正解が分かんないんですよねレイダウンの。レイダーはあんまりレスを送らないようにしてる。なんか意識してサビのサビに入るまではなるべく送らないようにしてる。目線とか合わさないようにしてる。2番とかは合わせてるけど1サビとかはなんかなるべく合わさないようにしてる。2サビとかは全然合わせてるかな。私ね最近気づいたのが、最近というか僕の太陽公演で私お客さんから見て右側、お客さんの席から見て右側の方がダンス多いなと思って、なんか前半ブロックはドリーミングガールズからあのドリーミングガールズランララ未来に変えずビバハリケーン、最初のブロックはあのお客さんから見て左側が多いんですけど、そっから全部下の曲全部ほとんど右、お客さんから見て右の曲なんで、りえちゃん推しさん右に固まっててほしいなと思う毎回。神手、そう本当に右に固まっててほしい。レイちゃん推しさん、うん、はるかさんこんばんは。なんか踊ってる時に真反対の方向見たいんですけど、不自然には見れんけんさ難しいよね。なんか最初のブロックはなるべくもう本当にがっつり見るようにしている。チャートリー、え、チャートリーどっちだろう。チャートリー私どっちかな、どっちかな。
多分一生ん、でも難しい、両方って感じ、両方って感じか、わかんない、そうなんですよ。反対側の反対側で踊ってても目が合った時に見てくれて目が合ったら嬉しい。反対側の真反対の席に座ってても見て目が合ったら嬉しい。でもあ、ちゃんと見てくれてるってなる。反対側なのになんか嬉しいなと思って、なんかどこにいても見てくれるのって本当に幸せだなと思いますね。そうそう、幸せ。たかちゃん、けんぱくん、たかさん、こんばんは、ありがとう。そう、嬉しいなと思いますね。でもチャートリー大好きな人とかはお客さんから見てもう左側、もうずーっと左側ですし、分かんない、ちょっと待って、参考にしてほしいな。でも明日の瀬取りが確実にあるとは限らんけん、なんとも言えない。でも僕隊と一緒です、僕隊と一緒で、お客さんの席から見て右側の方が多い、私多分チャートリは、チャートリはまだ言えんけど右側の方が多い気がする。前回のクアトロ、リトちゃんの時のクアトロのセトリが結構右側の人とかにレスが遅れた気がするので、多分そうですね。 OK、 これ一番前とかになった時に超近い買ったりするので参考にしてください。僕隊でも本当にやばい気がするな、本当にもうなんか、だってビンゴでやっと、あ違う、僕の太陽でやっとね、反対側いけるって感じですよね。やっとって感じだね、僕の太陽でやっと反対側いける感じですね。明日りえちゃんおじさん来てくれるか心配なんですよ。会えるかな、めっちゃ不安、すごい不安だけど楽しみにしてきた。あ、ちょっとみんなに見せたいものがあるって言ったよね。そういえばレイサーズハートさん、しきしきビーム、ありがとう。しきしきビーム、ありがとう。あ、ちょっと見せたいものがあって、あ、ちょっとこれ直らん、これはもう関係ない、これ直らんは関係なく、ちょっと見せたいものがあるんですよ。多分これ本当にやばいっていう、ほんまにやばいよっていうやつ。なんかでも理解してほしい、これはあくまでもお仕事なのでお仕事なのでってことで、まあ、ちょっとみんなに見せたいものがあります。でもね、撮影
自慢したいものがある。ゼロ円生活してるけど、これはまあお仕事だけん許してっていうので、お仕事だけん許してっていうのでちょっと見てほしい、みんなに。ちょっとなんか2日前ぐらいにツイートで流れてきて、目をつけたんですけど、このシナモンくんのやつ、シナメロの、あとポンポンプリンとキティちゃんの種類もあるんだけど、4種類あるんだけど、私はシナモンくんだけなので、シナモンくんのセブンイレブン限定の食べますもっちっていうお餅のやつを買いました。これは0円生活しててもお仕事なので経費、まあ経費とかないんですけど、まあこれはもう経費でしょっていうのでで撮影したのでもう開けちゃってるんですけど、これはまあ明日食べます。今日はちょっと我慢、明日の公演があるので。やばくない？これね、ポンポンプリン、プリンくんとキティちゃんがあって、これ顔が全部で違うんだって、一人一人。これセブンイレブン限定これ経費とお仕事なので、ね、シナモンくん帽子とかついてないのに、なんかつけられてるのちょっとよくわかんないし、なんかこれめっちゃ美味しそうなのに、開けた瞬間ちょっとうんちみたいな匂いがしたけど、マジでめっちゃ美味しそう、絶対美味しいと思う。シナモンくんの味がミルク味で、前丸ちゃんがいちごミルク味なんだって、絶対美味しいがん。そんな、そう、でもちょっと開けた瞬間匂いがちょっとうんちみたいな匂いがするけど、もう美味しい、もううんちの匂いじゃん、めっちゃ美味しそう、もう食べたいけど明日食べちゃう、明日食べちゃう。しかも顔違うんだって、これ、これシナモンくんさ、これ見て、シナモンくん普通の 目じゃん、シナモンくん普通の目なのに、こっちのシナモンくんはキュルキュルしてる、わかる？目がキュルキュルしてるの若干、ほら見て、あ、見てほら若干キュルキュルしたんよ、ほらキュルキュルお目、シナモンくんほら見て、ほら目がキュルキュルしてるでしょ、見てこれ、ほらキュルキュルしてる、目穴開いてるやん、シナモンくんじゃけど、こっちのシナモンくんは普通の目、ほら目顔が違うんで、このマイメロちゃんも眠っとんのにこっちは目開けとる、なんか全部違う種類なんだって。でなんかこの普通に目開けとるやつは一つしかなかったけん、賞味期限は25日まで、24だ、嘘、24日までじゃけん、なんとか生きていける。これは明日配信で一つ食べようかなと思います。やばくない？もう全然今うんちは匂いません、めっちゃ普通にいい匂い。これあ、セブンイレブン限定なのでぜひ買いに行ってください。私ね、ほんまプリンくんとキティちゃんのやつ買おうかなと思ったんですけどやめた、やっぱりシナメロでしょっていう、かわいい、ほら値段は280円税込み、やば、めちゃめちゃ可愛い、本当にやば、ガチでやばい、本当にやばい。なんでさ、シナモンくんさ帽子つけられたんって感じだね。何かしらつけんとっていう意味でさ、多分つけられてるんよ、いつもつけてないけど帽子とか。え、シナモンくん帽子ついとったっけと思って、初めて見た時ついてないよなと思って、つける必要あった、これなんかちょっとさ、ちょっとかわいそうちょっとつける必要あったかなと思うんですけど、まあ、シナモンくんはね可愛いので。でも全然うんちの匂いしないうんちの匂いしないし、めっちゃ美味しそう、普通にお餅の匂い、開けた瞬間ほんまに若干うんちなのね。でも開けて、和菓子、これ和菓子って書いてある、和菓子らしい、これ和菓子、全国のセブンイレブンよ、全国のセブンイレブン、全国のセブンに売っとるけん。なんかキティちゃんとプリンくんの方が売れとった、シナモンくんのメロちゃんの方が全然売れてなかったけん、めっちゃラッキーと思って超かわいい、本当に買い占めたかった。中身はシナモンくんがミルク味、え、ミルク味って絶対美味しくね、だってやばくね、ミルク味で、メロちゃんがいちごミルク味、やば、絶対美味しいが、もうやばいって思い、天才さん、うわー、もう今日食べたいけど今日食べたいけど我慢します、これも生きていくための我慢ということで。いやほんまに、え、そう、なんか地域限定とかあったら、だいたい東京限定とかだったと思って、それブチ切れてる、なんでみたいな、
アンパンタンプリプリアンタンって怒ってるけど、これ全国なんで、うん、明日食べます。公演終わったら明日配信で食べる。明日も配信で食べるわ。いや嬉しいな、ほんまに。いやマジでやばい、本当に可愛い。しかも今日発売なんで、もう絶対買いに行こうと思って。これは経費です、もうお仕事なので。マネージャーさんにも言っといた、今からシナモン君のお仕事をしに行きますって言ったんですよ。もう目がキュルキュルしてる、ガチで伝わりづらいけど、めっちゃ可愛いこれ。うわあ、食べたくないな本当に。なんか普通に無理、多分これ、多分食べても買うと思う。好き？なんかもう多分これを食べてしまって、まだ全然今日発売で全然いろんなところに売っとるはずなのに食べたくないっていう、もう可愛いもんだって。やばい、天才。あかわいい、かわいい、もう訳分からん。じゃないよこれ、シナモンくんじゃん。何やほんまに。確かにただお餅じゃないよね。うーん、あー好き、一生吸える。いやマジで流れてきてくれてよかった、ありがとう。あ、ガチやばい、ちょっと涙できそう、本当にやばい。ガチで、もうなんかさ、UV レジンでさ、凍らし、なんか固めてさ、UV ライトで一生さ、永久保存していきたい。UV ライトで。UV ライトで。UV レジンの液体かけて UV ライトで固めて、これオブジェにしておきたい。シナモンくんのオブジェって。食べ物を固めましたって。オブジェにしておきたい、一生。これもう。飾っときたいお部屋に。いやマジでやばい、本当にやばい。でも食べてあげんとかわいそうじゃもんな。今日は食べるけどね。でも寝とるのがやばいもん。寝とるの食べるなって言っとるのと一緒でしょ。でもシナモンくんの寝とるやつ見たことないかも。食べたいな、シナモンくんの寝とるやつ。まだ他に種類があるんかって考えたら、ちょっと全部並べて撮りたいな。全部並べて撮りたいかも。全部並べて撮りたい。全部並べて撮りたい。
シナモンくんの匂いではないと分かっているけど好きすぎて何回も嗅いでしまうっていうね。ちょっと手放したくないので持っときましょう。やば、え、みんなも買ってみて。開けた瞬間うんちの匂いするけど全然もううんちの匂いじゃない。もうマジ今じゃあもう和菓子の匂い、今じゃ和菓子の匂い。楽器もなる楽器もなるよ楽器もなるよ。やばいな、いやマジでやばい、ガチ可愛すぎる。いやもうさ、このシリーズセブンイレブンで大体売ってるんですよ、この食べますもっちっていうシリーズで。一回なんかとコラボしとった時、なんか前回なんかとコラボしとって、なんかいい加減そのシナモンくんとコラボしてくれたらマジで本当に貢献するのにって思っとって、そしたら発売されたから余計に嬉しい。でも本当にシナモンくんとなんでコラボせん、なんで一周回ってシナモンくんとなんでコラボせんのんだろうって。こんだけサンリオがあのすごいバカ者の女の子とか普通にもうメンズとかにも人気なのに、なんでシナモンくんとコラボせんの、サンリオとコラボせんの、しかもサンリオ大賞1位なのにとかと思っとったらシナモンくんとコラボしたけど、マジでやばい。本当ガチでありがとう。やばい、もう唐突に来る、嬉しい、本当にやばい。ミルク味絶対美味しいやん、ミルク味って絶対美味しくない、どう考えた。和菓子、和菓子なんかな、和菓子なんかな、これもう和菓子ではない、和菓子ではない、どう考えてもこんなシナモンくんだよ、生きとんじゃろ、和菓子とか言うな、和菓子ではない、生きとんじゃ、もう本当にいい加減。え、そうだよ、サンリオもサンリオもシナモンくん31とコラボするし、もう12月は31に貢献します。私はもうポイントカード作ろうポイントカード作ろう、もう本当によかった。うん、年すぎて明日岡山で買い足しないように先に買い占めておくね、ふざけるなでももう我慢する。でもツイッターとかに多分あげれんと思うよね、写真撮ってもサンリオ事件載せたらダメって言われるけん、ぼかしてでも載っけたいけど、うん、ダメって言われる気がするので、みんなに見せとこうと思って、せっかく買ったのに。いやもうめっちゃ可愛い、こんなに可愛いお皿に置いてあげて。そうなんですよ、いやもう本当にやばい、ガチで。うん、目線に一回それをやって乗っけたんですよ。あ、でメールに送ったら引っかかった、なんかそれもそれで良くないみたいな感じで引っかかったので載せれない、ごめんね、うん、なんでなんだろうね、コラボしてるんだけどね、サンリオキティちゃんとコラボしたんだけど、うん、カピバラミキャン、ヤッホーありがとう、こんばんは。たくさん見せていいよ、全然見せる。サンリオショップでシナモンくん気になるよね、やった、え、いっぱいシナモンくん、本当にかわいい、シナモンくんかわいいし、コギメンもかわいいし、あとはバッとバツマルくんもかわいい、バツマルくんもかわいいよね。
シナモン君とコラボしてほしいな。いやマジで本当にシナモン君とコラボしてほしい。いやシナモン君とコラボしたいですよ。キティハも可愛いんですけどね。うん、明日配信スケジュールが来たんですけど、明日配信が多分できないので朝しようかな。めっちゃ早いわけじゃない、もうお昼とかにしようかな。配信お昼とかにしようかな。あちょっと待って、11時とか。11時から、11時から12時ぐらいまでしようかな。そうするわい。ゆいちハートありがとう。ゆいち大好き、ありがとう。そうしよっかな、そうします。えでもなんかさ、公演終わりのさあれが楽しいのにって思う。公演終わりのさあの配信が楽しいのになって思うんだけど、どうしようかな。しゅうやくんこんばんは、ありがとう。 STU48 2期のりねたんこと内村です、よろしくお願いします。ありがとうしゅうやくん。見てくれ、あはちょっとどうしようかな。そうします。昨日さもうこの時間帯ぐらいにはもう寝るってツイートしとったのさ面白いよね。13時間寝たんですよ結局。やばくない、久々にそんなに寝た。でもなんか最近なんか夢の中で夢を見るみたいな、夢の中で夢をまた夢を見ているみたいな、ちょっと不思議な夢ばっかで、夢の中で私は寝とんよ今の状態を表して寝とんじゃけど、なんかなかなか寝れないっていう夢を見て、実際に本当になかなか寝れてなくて、夢の中で夢を見て夢を見ているみたいな不思議な感じなんですよ。夢の中でも夢を見ていて夢の中でもいいみたいな不思議な、寝つけなくてみたいな。昨日もう寝るって言ってからもう一切携帯触らずに部屋真っ黒にしてなんか目つぶっとったんだけど全然眠れなくて、なんか本当にねやばかった。うん、夢の中でも夢の中でも夢を見ているみたいな感じ。なんかさ、びっくりした、私も13時間寝ると思わなかった。翔さんこんばんは、ありがとう、来てくれて嬉しい。うん、のんたんお疲れ様、ヤッホーこんばんは、お疲れ様。ねむねむにゃんこのさツイート早すぎてさ、早みたいな早みたいなさツイートいっぱい来ちゃってさ、めっちゃおもろかったんだけど朝起きたらちゃんとあれも朝起きて見たんですよ、早みたいな、びっくりした、なんでそんな早いことにみんなびっくりしたの。でもねむねむにゃんこ自分の中で決めてて22時以降って決めてるんですけど、ちょっとまあね、なんて言うんだろう、不定期なので、でもね、なんかそんなびっくりした、みんな22時前に寝て、うん、お腹すいた、え、お腹すいたんですけど食べないけど、ね、そうだよ、ほんまにびっくりした。無限列車どういうこと、どこが無限列車どういうことどういうこと、無限列車ってちょっとよくわからん、何言うんかわからん何言うん何言うんだろう、うーんどういうこと、たけるくんやっほーありがとう、どういうことやね、うん、そうだよ、久々にあんな気配を寝た、
ほんまにびっくりした。グーさんこんばんは、ありがとう。そうよかった、いや本当によかった。みんなもたくさん寝て。何ピーって言われる、外ピーって。あ、聞いて、皆既月食みたいな、私なんかさ知っとったのに見んかったんだけど。やばくない、なんかさ毎回さ月とかちゃんと見よって人間なのからさ、皆既月食ちょっといいやってなってしまった昨日。だけど月が見えたかも見えんかったかもから、どうなってるかもから、なんか臭い、もうこれなんか匂いがする。夢の中でなんか高校に戻っとって、なんかお姉ちゃんと喧嘩してみたいな、じゃあお母さんと喧嘩してか分からんけど、でなんか高校に遅刻してって夢見た、高校の頃。ね、このメンバーツイートしとったけど私は知らん。私はもう見てない、他のメンバーのツイートを見てああ出とったんじゃと思ったけど、私はちょっと知らんかったな。目の下のさ目が何、ここがさ物もらいできそう、痛いんよね目尻のここが、目尻のこん中が痛くて物もらいができそうなんですよ。明日朝起きてあれ、え本当に物もらいできそうなぐらい痛くて、ここガチで痛い、目頭のここが炎症を起こしてる気がする。で今日寝る前にちゃんと目薬刺さんとさ、痛いよね。うん、青森のあきらさんこんばんは、ありがとう。 STU48 2期のリネタンことうつめです、よろしくお願いします。ありがとう。痛いガチで本当に痛い、せいがくんやっほーありがとう。明日あのヘアバンドつけていくんだね、せいがくんありがとう、かわいい。でも私の持ってるやつちょっと違うかも、あのヘアバンドなんか、でもかわいかった、わかりやすいと思う。明日来るんじゃない？まず嬉しい、とっても楽しみにしているわ。うん、逆に今の現状が長い長い夢やったらどうする？普通にやばい、ガチで。え、恐怖ガチで、えシナモンくんにおったの何だったんってなるかも、好きすぎて、えにおったの何だったんってなりそう、リアルすぎん、え無理ってなる、えガチで今日はとってもね、とっても素敵な日、久々に配信も、久々ではないけど配信もしてあれなんですけど、なんかびっくりって感じ、逆に感情をたくさん出した。いや絶対嫌、ストップストップ、本当に嫌、やめて。うん、そうガチで痛い、ここ明日、あそうなんだ、12月、了解、12月13、ああそういうことか、はいはい、痛い、触らん方がええんかな、絶対触らん方がいいよね、でも痛いな、なんなんだろう、なんか定期的に目頭が痛くなるんですよ、目頭のこの辺が痛くなるんですよね。なんなんだろうな。でもなんかできそうなんよね。
できそうと思ったらできん、大体。受験ちょっとやめとく。触らんとくわ。明日は怖い。うん。でも、でも普通に目開かんかったら怖いけん、触らんとく。うん。ワイマンヤッホーありがとう。自分の顔がうちわにあるとシナモンくんとバツマルくんうちわにあるのどっちの好み？シナモンくん普通にシナモンくんかな。シナモンくんが好き、圧倒的。どうしよう、明日配信しようかな。悩むな悩むな。明日配信しようか狭か。まあちょっと明日の都合に合わせるね。早めに予約入れてきます。早めに予約入れておきますね。早めに予約入れておく。匂い変えるか。うん、お願いします。すいません。スケジュールちょっとまた後で確認します。すいません、また後で確認するわまた後で確認するわいやほんまに聞いて、配信のフォロワーさんがあと何人かなってちょっとで1万人来そうなんですよね。だからもう本当にあと1ヶ月後とかじゃまだあとちょっとなのでとっても楽しみにしている。今年で1万人来たいな。今年で1万人来たいな。でも、うん、あと116人やばー。116人、11月中に116人か。どうしようかな。そう、100人が遠いよね。100人が遠いよね。でもさ、だいぶさ行ったくない？なんかあの時あれだし、やっぱリネチャイ、リネチャイなせんといけんなリネチャイなせんといけんな。やっぱりリネチャイなせんといけんわ。あの好評な料理配信を、みんな料理配信好きだから入れちゃいの銭湯行けんわ。あ、目があった。あ、目があった。あ、目があった。やっほー。
やっほー、ただおもしろめっちゃおもろめっちゃおもろい。なんかリアリティやるくない、リアリティやるくない、こういうのなかなかさ配信で目合わんじゃん。だってコメントばっか見てるし、目線がこういくわけじゃけんさ、なかなか。りんちゃんね頑張りたいな。あ、ツイッターのフォロワーさんもあと少しなんですよ。あと少しっていうか、あとちょっとね。ツイッターのフォロワーさん、今見てくださってる3785名の皆さん、こんばんは。 STU48 2期のリネタンこと内海です。私ツイッターやってるので、もしよかったらフォローお願いします。フォローお願いします。5000人いったらまたリプ編しようかなと思って、5000人いったらまたリプ編したいなと思ってるので、もしよかった。あ、土入りさやほありがとう、こんばんは。配信しようかな。待って、フェビーさんこんばんは、ありがとう。 STU48 2期のリネタンことじめです、よろしくお願いします。ありがとう Thank you、 ハイ、ハロー。今なので、もしよかったらフォローお願いします。 Twitter はちっちゃい、小文字の XRINE48 大文字 X です。ここに Twitter が載ってるの、もしよかったらプロフィール飛んでみてください。リプ編しようかなと思ってるので、もしよかったらお願いします。こうやってみんなからのリプを見てニヤニヤしているんですよ、いつも私は。いやマジね、嬉しい、本当に拍手してくれて。飯テロとかやばいけど、なんかちょっとマジレスのリップとか来るけど、そういうのは気にせず、肯定してくれる人もいるので、それでまあどうにかやってますね。食料がなくなったのはゼロ円生活はわかるけど、食料があった時点ではゼロ円生活じゃなくただの節約だと思うしかも5日間はただの節約。なんでそんなマジレスするんですかなんでそんなマジレスするの。いや本当にツイッターはね、いろんな人がいるから面白いんですよ。でも本当に癒されますね、本当にみんなからのリップは。いや飯テロね、飯テロみんなさ、ほんまに美味しそうなもんばっかさ食べてるよね。なんでなの、なんでみんなそんな美味しそうなもんばっか食べてるの。いいな、ということで配信おしまいにします。ありがとうございました、お疲れ様、お疲れ様です、本当にありがとうちょっとほんまにちょっと服着るの楽しみ、ガチでちょっと着てみるけん、配信終わってから
配信終わってから服着てみるけん待っとって。じゃあ今日の1位を書いておしまいにします。ありがとうほんまに。ええなんかさペンさ取ろうと思ったらさこっちが取れて全然インクがねこれ取ったらいけん部分取ってしまった。やば取ったらいけん部分えこうやってつけもと思ったらつかんけんさえって思ってさこれ取ったらいけん部分取ってしまった。やばやばい取ったらいけん部分取ってしまった。全然関係ないところ鉛筆削りだったら鉛筆削りの削りの部分だけ取ってしまった。よし取れた。びっくりした初めて。今日の1位を書いておしまいにしましょう。じゃあ今日もじいちゃんやほんこまもう終わるんですけどありがとう。じゃあ今日も13位から読んでいきます。13位石毛真さん石毛どありがとう。12位コナタントゥドゥトゥドゥコナタンありがとう。11位マスオ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 ありがとう。10位スーさんマスオありがとう。9位コン南光さん南光ないねありがとう。8位ジュリボージュリジュリジュリボーパありがとう。7位カラップのブルさんカラッ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 のボールパありがとう。6位渡辺さん渡辺作る鍋を食べてうまありがとう。5位勇気勇気に勇気を与えられる存在になりたいありがとう。4位4位つぼのしんつぼのしんありがとう。3位ケンくんケンくんのことをずっと好きじゃけん早く会いたいけんずっと待ってるけんありがとう。2位てっちゃんてっちゃんもねなんかこのお餅みたいありがとう。パン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 。そして1位がドゥルルパン東能さんです。東能はドゥルチヌポありがとうございました。お疲れさんチームありがとうの。ナンバーワンありがとう。ありがとうございました。お疲れ様バイバイありがとう。じゃあまた明日会えるか会えんか分からんけど明日とっても楽しみ。また連絡するわ。じゃあまたねおやすみおやすみなさいルーム。じゃあねバイバイ。やばい昨日さこの時間に寝たけんさやばいちょっと睡魔が襲ってきたじゃあねバイバイおやすみなさい。